はい、皆さんこんにちは、こんばんは、綿菓子です。今回なんですけれども、北斗無双を打っていて萎える瞬間、それからテンションが下がる瞬間というものを、10個厳選しましたのでご紹介していきたいと思います。皆さんもないですかね、新北斗無双を打っていて、なんかこれこれこういう演出が来て、あー最悪だみたいな、なんか萎える瞬間とか、結構あると思うんですけれども、私がね、3年間以上北斗無双をずっと打ち続けてきて、なんか萎える瞬間、萎えた瞬間っていうのを今回ね10個、ご紹介していきたいと思います。で、まあ皆さんもね、なんかいろいろとあると思いますから、そういったものはなんか LINE アットで、こういったものが萎えますよみたいな感じで教えてくれたら嬉しく思います。はい、じゃあね、私が厳選した10個、今から1つずつ読んでいきたいと思います。1つ目、釘がかなりいいのに打ってみたらバネが弱って全然飛ばない北斗無双。結構ありませんかね、あの打ってみたらへそにめちゃくちゃ弾が入るんだけど、なんかバネのところで行ったり来たり行ったり来たりして、結局下皿に弾が溜まってしまうみたいな、なんかそんな北斗無双ってね最近結構見かけるんですよね。まあ北斗無双とかダンバインとかってね結構古くなってきたんで仕方がないことではあるんですけれども、釘めちゃくちゃいいのになんで弾飛ばないんだろうみたいな、なんかイライラしたりもどかしくなったりね、そういった北斗無双が最近多くなってきたのでちょっとランクインさせていただきました。はい、釘がかなりいいのに打ってみたらバネが弱っていて全然飛ばない北斗無双が1つ目。2つ目、めちゃくちゃ強めの演出で煽ってきたのにバトル発展時にロゴ落ちがなしというね、例えばなんですけれども、ロゴ落ち赤で、煽ってきたり、ショック赤でめちゃくちゃ煽ってきたのにもかかわらず、バトル発展時に北斗無双のロゴが落ってこないね、この展開めちゃくちゃ激寒に一気に変わってしまうわけじゃないですか。めちゃくちゃ萎えますよね。はい、北斗無双打ちだったらわかると思うんですけれども、ロゴ落ちがなかった時点でね、もう金保留雇用がね、北斗龍拳でね、煽って雇用が全然当たらないんですよね。もちろん当たる時は当たるんですけれども、ほとんどの確率でも当たらなくなってしまうというね、かなり激萎なポイントだと自分では思っているんですけど、皆さんどう思いますかね。はい、これが2つ目で、3つ目、これはちょっと弱いかもしれないんですけど、真剣ゾーン煽り成功で真剣ゾーンに入って一発目のショックが白ショックだった。これもね、私的にちょっと萎えるポイントなんですけれども、あの真剣ゾーン入った時点で、まあ、期待度は 50% オーバーあるわけじゃないですか。で、なんかね赤ショックとか赤ロゴ落ちとかでね煽ってきてほしいものの、なんか一発目に白ショックが来ちゃったみたいな、で疑似入の時も白ショック、疑似さんの時に緑ショックみたいなね、そんな萎える展開が、たまにあるので、ランクインさせていただきました。これが3つ目。4つ目、北斗神拳 VS ゴラン白テロ白、タイトル、これもめちゃくちゃ萎えませんかね。ゴランに発展してタイトルが白の時点でちょっとうわーって思うのに、テロップも白、まあ、こうなった時点で、基本的に奥義もなしだし、前半の七星が白でカットインもね、緑と赤の分岐になって結局緑が選ばれちゃうみたいな、そんなね最悪な展開が予想されるということで、もちろんねその最後の赤カットインに選ばれて当たるというね稀な展開もあるんですけれども、もうほとんどはね、ゴランの白対白テロが来た時点でもう扇なしとかね緑カットインになって、外れるっていうのがね王道パターンかと思いますので、これもねかなり萎えるポイントなんじゃないかなというふうに思いました。はい、次5つ目、ユリア・ギジレンや金系の演出で煽ってきたのに尻すぼみになり最後緑カットインということで、まあ、今ほど言ったことと似ているんですけれども、ユリア・ギジレンというのはね、あのまだこの時ではありませんとか天に帰るなんたらかんたらとかあるじゃないですか。であれが来て、まあ、一気にね期待度が急上昇になるし、あとですね金系の演出でなんか金のウィンドウみたいなのがバーってきて煽ってくる演出あるじゃないですか。まああれってね結構最後の方緑カットインとかにね、なるパターンが多いんですけれども、それで、どんどんね尻すぼみな展開になっていくパターン結構ね私見かけるんですけれども、まあ、これめちゃくちゃ萎えますよね。最初の方でめちゃくちゃテンション上げておいて後半でどんどん下げていくみたいな、まあ、最悪なパターンだと思います。はい、次6つ目、ここから、ST 中ですね。はい、ST1 回転目にへそで発展しまうということでね、まあ、北斗無双を、ね、よく打っている方だったら分かると思うんですけれども、へその1回転目で、発展をしてしまうと、バトルに発展しまうとその時点でへそでの1回転目の大当たりが確定してしまうわけなんですね。はい、でそうなると、核変に入る確率、まあ、核変から核変にね継続する確率が 50%、 核変から時短に転落する確率が 50% ということでですね、これめちゃくちゃ萎えるポイントですよね。はい、私もね、何回も経験があるんですけれども、1回転目にねちょっと煽りが来た時点でうわ発展すんな発展すんなみたいな感じでね、まあ、私の気持ちが分かる方もねたくさんいらっしゃると思うんですけれども、1回転目に発展してしまうのは、激萎えのポイントだと私は思います。はい、
次、7つ目、 ST に入って何連チャンするんだろうとね、ワクワク、ね、しながら、まあ、期待していたら、バトルにすら発展せずスルーをしてしまうということでですね、せっかくね ST に入って、まあ、意気揚々とね、まあ、キャラも選んで、どれぐらい連チャンするんだろうなとかなんか想像していたら、なんか、ね、全然バトルにも発展しないし、いつの間にか終わってしまうで結局スルーみたいな、なんかそんな感じのパターンとかってねあると思うんですけれども、これめちゃくちゃ悩ますよね。まあ、ST スルーする時点で、まあ、悩んでしまうんですけれども、特にバトル発展なしでね、スルーするっていうのがね、もう心にグサッとね何か刺さるものがありますよね。はい、次8つ目、どこまで読みましたっけ、これですね、ST に入ってかなり連チャンしているのに、ほぼ4ラウンドか7星チャージの4ラウンドか8ラウンドばかり、まあ、私ねこの展開非常に多いんですけれども、 ST に入ってずっとなんか16ラウンドばっか引き続ける人ってもちろんいらっしゃるんですけれども、なんか私の場合はね ST に入りますで結構連チャンするんですけれども、いつも振り分けが悪いんですよね、基本的に4ラウンド7星チャージの8ラウンド16ラウンド4ラウンド4ラウンドみたいな、本当にそんな感じの展開が多くて、とにかく振り分け負けをする、まあ、これかなり悩ますよね。せっかくね、まあ、16ラウンドの割合が 50% と七星チャージの16ラウンドが 1% あるので、まあ、51% が16ラウンド2400発取れるはずなのに 51% も引けていないみたいな、ほとんど4ラウンドと七星チャージの4ラウンドと8ラウンドばかり、これもねめちゃくちゃ悩むポイントかと思います。はい、次9つ目ですかね、10個目ですかね、わからないですけど、ST 中選んでいたキャラを変えたら全然発展せずに、そのまま終了してしまうということでですね、はい、これもよくあるんですけれども、最初にね、じゃあ例えばマミヤを選んでいて、なんかね全然バトルにも発展しないし、まあ、後半の方で発展してようやく当たって4ラウンドみたいな当たりだったから、じゃあキャラを変更してみようかな、じゃあ海王にしてみようかなみたいな感じで選んでみたら、その海王に選んだ時にもう何もバトルにも発展せず終了してしまうみたいな、で結局なんかキャラを変えたことに後悔するみたいな結構あると思うんですけれども、私ね結構キャラ変とかするので、なんかこういったね、キャラを変更した瞬間に終わるみたいな、それまで調子良くても変更した瞬間に終わったりとか、調子悪いからキャラを変更したら終わってしまうとか、こういうパターンがね結構あったので、ランクインさせていただきました。はい、まあ、こんな感じですかね、全部読んだはず、あ、すみません、1つ忘れてました、はい、これで10個目ですね、読みます、全て、完璧な展開で外す要素がないのに外れてしまうということ、これもありますよね、先ほども言った通りね、赤ロゴ落ちの赤ショックでめちゃくちゃバンバン煽ってきて、次回予告も入って、で北斗龍拳、まあもちろん赤タイトル、赤テロップで奥義発動で、七星が赤で、カットインがキリンカットイン、後半七星が赤で外れるみたいな、なんでこんな完璧な展開なのに外れるのみたいなことってね、ごく稀にね北斗武装あるんですけれども、まあめちゃくちゃ萎えるポイントですよね。はい、まあそんな感じで、まあ今ほど紹介したね、10個あるあると思った方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ皆さんもね、何かありましたら、私にねその LINE アットから教えていただけたら嬉しく思います。じゃあ最後補足で一つ、まあこれはねあまりないんですけれども、一撃当選チャンスのキリンカットインが来て、で当たりをね確信していたのに外れてしまうということありませんかね、まあ、一撃当選チャンスに発展して、普通だったらまあ 30% ぐらいで当たって、でキリンカットインだったら 90% ぐらいの確率で当たるんですけれども、もうキリンカットインがバー来た時点で、ああこれ時短かな ST かなみたいな感じで期待していたのに、まあボタンを押したら外れてね、ザコ君がバーっていくみたいな、これもね結構経験ある方いらっしゃると思うんですけれども、まあ萎えるポイントなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、じゃあ今ほどねご紹介させていただいたのも入れれば、まあ11個ということでね、皆さんも共感した部分が、結構多いんじゃないかなというふうに思います。まあ北斗無双をね打たない方でしたら今の言ったことを全然理解できないかもしれないんですけれども、まあ私のね LINE アットでは北斗無双を打っている方が結構いらっしゃるということでね、共感していただいた部分は結構あると思いますので、面白かったよという方は、グッドボタン、それから、YouTube の、ね、チャンネル登録がまだの方は、YouTube のチャンネル登録もしていただけたら嬉しく思います。あとですね、私和田菓子は LINE アットをやっておりますので、気軽にね、LINE アットから連絡していただいてですね、何でもご相談していただければというふうに思います。で LINE アット前追加方法なんですけれども、画面のね左下にあるこちらの QR コードをスキャンしていただくか、または LINE アプリの ID 検索にてアットマーク、和田777と入力していただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクから直接アクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。
で、 LINE アプリの ID 検索をする際は先頭のアットマークを忘れてしまいますと私が出てこないので気をつけるようにしてください。あとですね、私綿菓子は、Twitter、Instagram もやっておりますので、まあね、動画では普段更新しないような内容もね、更新しておりますので、そちらも見ていただけたら嬉しく思います。はい、まあそんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。バイバイ。